レモンって。そこのレモンが私欲しい。跳ね方がすごい。やばい、これ覚えちゃったらマスクにレモン置けないじゃん。可愛いけど。可愛い。何これ。酸っぱ。なんか苦いんじゃない？酸っぱいよ。大丈夫だよ、無農薬だから。めっちゃシルシル言ってんだけど、苦いじゃない？やっぱり。犬にレモンって大丈夫？大丈夫。落ちてるし。あんたね、興奮するあまりソファから落ちない。おばちゃんでしょ。うん、おもちゃだよ。違うでしょ。あんたクッション飛ばして。怖いの。違う。どこ持っていいのか。ナムスタジオ。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、忘れたくないの、あなたは。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたとと。座ってる、座ってる。本当だ。あんた腰かけて、危ないよ、落ちるよ。やっぱなんか匂いが。さよ。ガブリってしないで。さよ。下手探してんの。下手はここにある。なんだと思ってんの。ミミちゃん、何してるのかな。ミミちゃん、何してるのかな。ミミちゃん、何してるの。レモン食べてる。ダメだよ、レモン食べちゃう。レモン、下手を取りたい。これ有機栽培のレモンだから大丈夫。無農薬よ。健康にいいはず。大分の。そう、大分からね。ほら、いただいた。いただき物。無農薬レモン。キスしちゃう。レモンの似合う女に。ああ私レモンでアゲリシャスやっちゃうわ。アゲリシャス、アゲアゲアゲ。え CM あるじゃん。ああ、はいはいはい、分かった分かった。痛い。兄さん、あんたどういう格好してるの。ちょっと恥ずかしいよ。だらしないよ。ミミさん、ちょっと降りるなり、戻ってくるなり、どうにかしてください。ミミさん、確かにお腹は高いんだけど。ミミおいで、ミミおいで、こっちおいで。ズラスのミミさんです。ミミさん、レモンは狙わないでください。結構レモン好きなのね。うん、レモン、ビタミン C で美白。またお鼻がもっとピンクになっちゃうよ、そんな美白してたら。またレモンよりその枝の方が好きなのね。これはいいわ。怒んないで。怒んないで。あー、ミミさん、ため息ついて。
どういう顔してんのよ。ミミちゃん、それは。